マーク・フェルドマンはアメリカのジャズ・バイオリニストである。フェルドマンは1973年から1980年まで、シカゴ、1980年から1986年まで、テネシー州ナッシュビル、1986年からニューヨークと西ヨーロッパに活動の拠点を置いてきた。ジョン・ゾーン、ジョン・アバー・クロンビー、マサダ・ストリング・トリオ、デーブ・ダグラス、ユリ・ケイン、 ビリーハートと共に活動してきている。彼は、シカゴ市民オーケストラのメンバーを務めながら、シカゴの多くのバーバンドで演奏した。スタジオミュージシャンとして、ナッシュビルで200以上のレコーディングに参加して演奏し、ナッシュビル公共楽団のメンバーを務め、カントリーウエスタンエンターテイナーのロレッタリニア、レイプライスのツアーグループのメンバーを務めた。 2003年には、オランダラジオフィルハーモニー管弦楽団と、グース・ヤンセンのバイオリン競争曲において、WDR ジャズ管弦楽団とビルド・ドビンズの、ジャズ管弦楽団のためのバイオリン競争曲において、ソリストを務めた。ニューヨークのリンカーンセンターにて、彼は、ピアニストのポール・ブレイアム・ハル・リチャード・エイブラムスと、デューオーで演奏を行った。彼は、マイケル・ブレッカー、リー・コニッツ、 ジョー・ロバーノ、クリス・ポッターとレコーディングを行い、現代音楽とモダン・ジャズのソリストとして、ニューヨークで100以上のレコーディングを行ってきた。フェルドマンは、ミュージック・フォー・バイオリン・アローン、ブック・オブ・テルズ、ホワット・エグジット、ツー・フライ・ツー・スティール、オブ・リビアを含む、スータのアルバムをリリースしている。ジョン・アバークロン・ビーム・ハル、リチャード・エイブラム・ス・レイ、アンダーソン・ティム・バーンドンイイロン・ユリケイン・ザ・クロマティック。 パースウェイラーズシルビークルバーェデイブダグラスエレーナエケモフビリーハートクリスポッターマークリボーゼーマイトビージャイアンツトムバーナージェロックシュメオターナバンドジョンゾーンありがとうございます